ただですね、このリード注意の読みが外れたのがですね、あの、ジオンの攻撃部隊が地上にも展開してたということなんですね。それはもう読めなくて当たり前なんですよ。これまではシャアが追ってくるですね、K14 艦一隻と戦ってただけなので、そういう規模を想定してたんですけども、ところが地球に降りてきた時にまさか相手してるのが、ジオンのザビ家の末息子とは思わないわけです、それが地球方面司令官が 自ららシャを出迎えててデータもらっよし連邦軍の秘密兵器かと思って大攻撃をかけるなんて全く予想もしてなかったからあの飛行機たちから逃げれば十分だと思って地面に降りて山肌を。 這うように飛んでですねで。山をですね、縦に隠れればいいやと思ったら、まさかまさかをですね、地上に戦車まで布陣されていると、これはたまらんというふうなことですね。着陸したら戦車にやられる上昇したら空母とか飛行機とかにやられるというですね、まさに挟み撃ちですね。で、おまけに航空部隊と地上部隊では火力攻撃力が違うんですよ。飛行機っていうのは飛ばなきゃいけないわけですね。飛ばなきゃいけないから、乗っけれる大砲のサイズとか弾の数には限界があるんですよ。 ですけども、地上部隊というのはですね、とんでもなく重い大砲とかを持ち歩けるのはですね、全く攻撃力が違うわけですね。そんなところにですね、もうコードを下ろしてですね、入ってしまったホワイトベースは、まさに袋ネズミですね。で、何よりホワイトベースっていうのは、これまでシャアの船一隻に苦戦してたのに、本格的な部隊の展開とかですね、あとは挟み撃ちみたいなですね、その、何ですか、戦略にかかるのは初めての経験なんですね。もう大ピンチです。 岡田斗司夫の切り抜き動画をご視聴いただきありがとうございました。他にも岡田斗司夫の切り抜き動画を多数揃えておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄やコメント欄もチェックしてみてください。